お手伝いが大好きテレビのリモコンを持ってきてと言われたらちゃんと取りに行って持っていくことができるよ好きなものもあるよ好きなタオルどっちと聞かれたらもちろん自分の好きな方を取るよ食べ物だけじゃなく自分の好きなものがあるよ今はいろんな形を同じ形の穴から落とす遊びが好き中でも黄色い丸がお気に入り穴に入れたらすぐに取り出して手に持っているくらい好き 好きなものができたら、一人遊びも少しだけ長くなった。わかる言葉も増えてきたよ。リモコンを持ってきてというと、持ってくる。簡単な言いつけを理解して行動するようになると、お手伝いの始まりです。1歳3から4か月頃からですが、例えばリモコンを指さし、リモコンを持ってきてというと、リモコンのところまで行き、持ってきてくれます。少し難しいですが、捨てる紙を渡し、ゴミ箱を指さして、捨ててきてというと、 ゴミ箱ににに捨てに行くようになりまますす達成感があるのでで喜んでします好奇心や探求心が旺盛でいい子の反面悪いと分かっていても親の顔色を見ながらいたずらするのもこの頃です自分の好きなものを取るようになる0歳児でも好みはあって嫌いなものを口に入れると食べようとしません 1>, 1歳6ヶ月くらいになると食べ物だけでなく自分とは直接関わらないものについても好みが出てきます好きなキャラクターとそれほどでもないキャラクター好きな色とあまり好きではない色色の名前を言葉で区別するのは2歳を過ぎてからですが好きな色はしっかり識別しています自分の好みがはっきりするのは色や形だけでなく物の識別がよくできるようになるからです 話せる言葉はまだ少しだから何度もなーにって聞くよ飲んだふりしてもらうのも好きごくごくごっくんああ美味しかったごちそうさまって言ってくれるととっても嬉しい嘘っこと本当が分かっているから思い浮かべて遊ぶのが好き絵本も大好き私はこの頃何を見てもなーにって指をさすお散歩でなーにお花白くてかわいいねお使いでなーにお花屋さんお花がいっぱいね お母さんもお父さんも何度聞いてもちゃんと答えてくれる。ある日お父さんが絵本のお花を指して、これ何って言った。ヤは言えなかったけど、お花って言えたよ。お父さんもお母さんもパチパチしてくれた。同じものでも頻繁に何と聞く。 物の名前に興味を持つと、目にするものは何でも聞いていきます。1歳6ヶ月くらいからですが、実物はもちろん、身近なものが見やすく配置されている絵本は格好の素材です。絵本を指さして、何という子もいれば、指で刺して、親の顔を見て聞きたい気持ちを表情で示す子もいます。覚えようとしているとき、覚えたものを確認したいとき、何度も繰り返します。面倒ですが、答えてあげましょう。 本でこれ何と聞くと、指させるものも増え、言える場合もあります。振りをしてあげると喜ぶ。 2歳近くになると親や親しい大人とままごとの真似をします。役を決めての遊びではありません。どうぞと言ったり、身振りでコップを渡し、大人が飲むふりをしてごちそうさまというと満足するのです。本当に飲むのではなく、飲むふりをしてくれるのが楽しいのです。現実に飲むことと、ふりをすることの区別がついてきます。想像力が発達して聞いているのです。飲むふりは嘘っ子の世界です。絵本も想像の世界がわかるから楽しいのです。 もうすぐ2歳。まだ2つの言葉をつなげて話せない。でも友達と手をつないで、あっちかこっちかどっちに行きたいか言える。だからもうすぐいっぱい話せるようになるよ。友達はよくしゃべる。私はあんまり話せない。でも絵本でバケツはどこって聞かれたら指で指してここって言えるよ。お母さんやお父さんから離れたところでも友達と一緒に遊べるよ。 お母さんやお父さんと遊ぶのが一番好きだけど、友達と手をつないで遊ぶのも楽しいんだ。友達との新しい遊びが始まると、私はもう赤ちゃんじゃない。これ、あれ、ここ、あっちを言う。2歳近くになると、何か聞くとき、これなあに、あれなあにと位置関係を理解しての質問も出てきます。代名詞を使えるということは、言葉の理解が進んだことの合図です。 絵本でワンワンどこと聞くと指さしながらここと答えたり赤いのはと聞くとこれと答えたりします赤や青など色の名前も少しずつ覚えていきます語彙も増えパパ会社ママあっちなど二語文を話すようになる子供が増えるのもこの頃です赤ちゃんと手をつなぐ赤ちゃんにも興味を示す 1>, 1歳では自分と人のものの区別がつかなくて、玩具を取り合い、1歳6ヶ月を過ぎると、自分のものであることは分かった上で勝つこともできるようになります。2歳になる前には、親がいなくても、友達と一緒に過ごせるようになり、手をつなぐことができるようになります。また、赤ちゃんを見ると、近づいて触ろうとしたり、年上の子の後をついて回ったりします。2歳頃には、ほとんどの子どもが、2語分を話すようになり、言葉によるコミュニケーションが本格化していきます。 いきお花きれいだねって2つの言葉で自分の思ったことを言えるよだから友達とも一緒に遊べるお話の絵本も好き言葉もいっぱい覚えられるトイレもおしっこは一人で行けるし何でも自分でやりたいだから好きにやらせてほしいでもねまだ助けてもらわないとできないことはいっぱいあるよ使える言葉が増えてな何人かの子供で会話ができる 子供もいっぱい言葉もいっぱい覚えたから友達何人かとおしゃべりできる。縁で友達と一緒にいるのがとっても楽しい。4歳になるころにはもうワンワンなんて言わないよ。百球鏡だって言えるんだ。頭の中でいっぱい思い浮かべることができるから絵を描くのも好き。何かを作るのが楽しくなる。あとね、数も数えられるよ。3歳から4歳。言葉の発達が目覚ましく、言葉を正しく使えるようになる。 昨日の話もできるし、しりとりやなぞなぞ遊びもするよ。大人と同じように話せるからね。だから砂場でみんなで一つの山を作ることもできる。文字を読んでみたいから、なんていう字か聞いたりする。いろいろなことができるから、うまくなりたくて、友達と競争もする。昨日の続きもできるよ。4歳から5歳。曜日と時間がわかり、日常生活に困らない会話ができる。買い物をしてお釣りをもらえる曜日もわかる。道を聞かれたら教えてあげることもできる。 言われたことはちゃんとやれるしうまくできないからって感触も起こさないできない時は頑張るんだ頑張ってできると自分でも偉いと思うルールも守れるからルールなら遊びが好きもうすぐ学校だよ5歳から6歳